俺はカールここに修練者として入る予定だもう少し早く来る予定だったはずですが護衛と一緒に来るのではなかったのですか近頃はとても忙しいんです人が急に増えましてね護衛は俺に書類を渡して帰ってったそういうもんじゃないのか修練者は俺が初めてじゃないだろう違うかその方はあまり気遣いができないみたいですねここのところとても忙しいんです 修練者が次々にやってきましてね最後に来た方は召喚すら持っていなかったあのビクビクしたい様子を見ればあなたもその方が必死だったことは分かると思います所管がないのに受け入れたのか怪しいと思わなかったのかおそらくその人は誰かから隠れたかったのでしょうですがその人は司祭をしていて修道院の道理を分かっているので受け入れを拒否する理由なんてなかったんです少なくとも一時的にはあなたはまた別の事例ですがね文字は読めますか 当然だそうじゃなきゃここには来ないそうですかならば属性の誘惑を永久に断ち切り聖ベネディクト修道会に入る準備はできていますかできるではあなたの世俗的な持ち物は全て処分しなさい売るか貧しい者たちに与えるか修道院に寄付するのです世俗的な品をここに持ち込むことはできませんよ詰書所に修道士のローブが入ったトランクがあります 持ち物をそこにしまって修道医に着替えるのです私が副院長のところに行ってあなたの受け入れの準備をしている間は休んでいてもいいですよ準備はいいですかついに修道会入りですねこれ着なきゃいけないんですかそのうち慣れますよ残りの人生はそれで過ごすのですから